昨日やった感じだとパラン戦はパワークラッシュが意外と今パワークラッシュしようと思ったところに来たな。ちょっとあいにしたね。俺に滑りが悪いぞ。俺もパワークラ出そうとしてたんだけど、ちょっと今のところ、今のがまさにそうですね。今のでも体力が少なかったから。この人は両投げを抜けるんで。パラン戦はパワークラが結構効くかもしれないなと思い始めては、まあ現にさっきも聞いたし、もったいない。今のもね、遅延が起きたんですよね。両投げを入力したんだけど、もったいね。よし、こういうとこに今のですよね。あそこ我慢できたら強かった。何？バランスの左かな。このパラン強い。あいど、こいつも下段持っとるもんね。行くべき時と行かない。あ、べべべべ。やっぱいた。レイブンを知らなすぎるぞ俺が。よくあそこで右アッパーを選択できたな。やっぱ今回強い。これちゃんと浮かしてくれね。もう二度使わないぞ。知らんし。飛べばよかったね。今のは飛べばよかったですね。あそこは飛べなかったのが俺の弱さ。あれはなんか手があんのかな。重たい。マジ死んだこれ。あラッキー。ぶっぱ。これかなり強敵ですよ。やべ、あれどうすんべ。あの、あ、ダメだ、知らなすぎる。そんな手があるとは。あれ角半かな。スカ角を最初にやってみますね。右アッパーだろ。
ちょっとワンパンしたね。さばきはどうした？さっきからそれが、あ、一回あれを見せてましたね。爆振り出し切りを見せてるから、スライディングを出すけど、追撃に関しては結構慎重です、この人。ね、俺がしゃがむからだよね、多分。そうそう、これをね、普通にぶっ放すって人もいるんだよ。コンボじゃないのに。しゃがみに相当意識がいってるんで、次はぶっ放していきますよ。うまい。今のはいいぶっ放し。敵タックルはガードできるんだよね。しゃがんでまった。ついて俺の中に迷いがあるの今。何？まあ、ちょっとやったな。あ、チャレンジージが。よく今ぶっ飛んだね。何を手がかりに飛んだんだよ。ほらラッキー。マジ？あれダメでした？分かる人にはあれダメって分かったんやろうね。やばいやばい、その子がやばい。俺あれですね、あのダメだった時のフォローがさらに悪いとかあるんだよね。入るぞ。入るのかよ。さすがや。これは何者なんだ。覚えたぞ今の。へえ。まあある意味教えてくれたようなもんだよね。あれ入るよって。この人ここまで強いのに両投げは抜けないの。この人相当やるよ、相当。
危ないですね。